高も高いです。なぜ航空機ニートが増えているのかについて話したいんですけど、平成26年に代々木ゼミナール全国の校舎7割を閉鎖しました。これなんでなのかって話ですけど、団塊の世代の大学受験時期にあたる昭和42年には 43.5%、 団塊ジュニア世代の平均平成2年には 44.5% が不合格でした。しかしその後不合格率が減少し続け、平成7年には 35.2%、 平成17年に 13.6%、 平成27年不合格率はたったの 6.7% になりました。浪人生を相手にしている予備校の経営がそのまま成り立たなくなってしまった。逆に今大学の定員割れがもう激しいもんだから、そうね、今まで囲ってこなかった生徒すらも囲い込むことによって経営を成り立たせてしまっているっていう現状があるんですよね。つまり誰でも大学に入れてしまうがゆえに、学歴の価値、今まで希少価値だったわけだけど、それがなくなってしまったってことなんですよ。でこれに気づかない教師もしくは生徒の親っていうのは、その生徒が就職で失敗したとしても進学して様子を見るっていうふうにしてるわけですね。で様子を見て進学するんだけど、やっぱりそのね、進学してその就職時期だった時、やっぱり就職でもそれで成功すればいいけど失敗するっていう例がいっぱいあるわけじゃないですか。でもその学歴の価値がなくなっている人に気づかない教師と親にとってはもうウィンウィンなわけですよね。だって就職有利になると思い込んでたもん。まあこういう本でも進学した人の方が IQ が高いってデータもあるんですけど、日本ではそれが通じなくなってしまった。逆にこういう本に書いてあるんですけど、専門、高校のうちに専門的な知識をつけた上で就職した方が有利な時代が来てしまったので、こういう本を読んで考えてみましょうね。それでは。